令和5年度管理業務主任者試験合格発表を見ていきたいと思います。令和5年度の試験結果ですけれども、受験者数が14,652人。前回が16,217人でしたので減少しました。合格者数ですが3,208人。 前回が3065人でしたので増加しました。合格率ですけども21.9%。前回が18.9%でしたので上昇しました。合格最低点ですが35点。前回が36点でしたので減少しました。はい。では次に合格者の推移を見ていきたいと思います。 えー、受験者数ですけども、今回ですね、14,652人の方が受験をされました、えー。10年ぐらいで見てみますと、今回ですね、えー、一番少ない、ねえー、年でしたね。まあ大体ですね、えー、10年ぐらいで見てみますと、まあ、減少傾向にあるのがわかるかと思います。まあ、前回、前々回ですね、えー、16,000人を超えて減少傾向に歯止めがかかるかなと思われたんですが、えー、またですね、えー 1万5000人を切ってしまったということでね。えー、まあ10年ぐらいで見るとですね、まあ、減少傾向にあるのがわかるかと思います。えー、合格者数ですけどね、今回3208人の方がですね、えー、合格をされました。前回よりもですね、合格者数は増えましたと。ですのでですね、合格率は上昇しまして21.9%ということでね、 前回が18.9%でしたので、前回よりもね、合格率は上がったということですね。えー、まあ、合格率はですね、10年ぐらいで見てみますとですね、まあ20%強でですね、推移している試験で、まあ、前回、前々回がですね、20%切りましたけどですね、たいまあ20%強でですね、20%ちょっとでですね、推移している試験でしたので、まあ、合格率に関してはですね、まあ平年並み、 ぐらいとね、言えるのかとも、言えるかと思いますね。えー、合格基準点がですね、35問ということでね、えー、まあ、だいたい35点前後でですね、推移している試験ですので、合格基準点もですね、えー、まあ、例年並みと言えるかと思います。